今度は地震について、今晩の地震について、すでに気象庁に保育園で目指して、
今新宅地震発生しました。平成7年1月に発生した長野県南部地震、また平成23年3月に発生した東北地方太平洋地震、これについて、気象庁が発した地震の名称です。でそれもこれらによる災害を捉えて、阪神・淡路大震災、東日本大震災と補償を日本にいたします。今回の地震は熊本県の通信区域にもたらしていることから、現時点においてこのような名称になっています。で今後、被害の全容が明らかになった時点で、過去の例も踏まえながら対応を検討しています。まずの、吉田君、最初になぜこの名前を、取り上げさせていただいたかというと、阪神・淡路大震災の時は、基本法を定めて、そして財政の特措法を含めて、特別立法をしてですね、東日本も同じような基本法を定めて特別立法をして、地元の負担がほとんどないような形で、その財政の負担をしている。例えば、地震災害のままだった中越地震は、地震災害のままで、地震災害だけの負担で終わっているという状況なんです。ですから、これは資料で使っていただきましたが、資料の2ページを見ていただければ、熊本の県知事は、党に対して東日本並みの支援をできてもらいたい。でなければ、これ本当に小さい町の財政を破綻するということを訴えています。ですから、この8万円余りの、その、家屋が崩壊、全壊、半壊、二重倒壊、これだけの被害が出ているので、ぜひネーミングもきちんと、大震災ということを指摘されたいのと同時に、東日本並みの支援をお願いをしたいというふうに思います。じゃあ、どう違うかというと、パネルを作ります。資料の3ページ目を出てきていただきたいと思います。例えば、今回地震災害に指定していただきましたが、具体的に申し上げると、例えば道路、漁港、港湾、下水道、公営住宅、入植施設などは、地震災害が指定されると、通常の原則の、例えば10分の7とか2分の1が掲げられて、2分の1から3分の2の地元の負担にするということなんですけれども、その下の赤いところ、ここですね、例えば街路とか、大量住宅、上水道、地震が出ると変わらない、東日本の時にはそれは特別立法をし、大学を作って、10分の8、10分の9まで国が面倒を見、そしてさらにその交付税で負担して、全額国が面倒を見というふうに違いがあるんですね。社会保障なども、大学を流出してもそうです。地震の災害ですと、2分の1、3分の1のことが、これが東日本の時のように立法されると、3分の2、2分の1に掲げられるということなんですね。ですから、この補償と、実は立法、地元の負担、これ、ワンセットに多くなっているんです。ですから、ぜひこれはですね、きちんとこれだけの被害が出てるわけですから、やっていただきたい。で、総理はですね、至るところで今後ともできることは全てやるのを決して、整備に関わって対応していきたい。被災者の皆さんの生活を支援し、被害不安な気持ちに寄り添う対応を進めていきたい。できることは何でもしたいとおっしゃっていただいているわけですから、まだ歴史の災害以上にできることは、私はあるんですので、ぜひその対応をしていただきたいということでいただきたいと思います。さて、何か登場人の方も先ほどね、お伺いさせていただいておりますが、
ダイソンのロボット掃除機は、大きなダイソンデジタルモーターとラジアルループ対象テクノロジーで、他のロボット掃除機の4倍以上の重心力を実現。ダイソン3 6 2 i どうでしょう？反応しないですよ。今です。私のこれ、ラケットボックスに振り上げます。出口にてる爆発の急流力、高速で加速。ねえ、保険料が必要当てられないと。そういったようなことになってますから、それが障害だということを考えて、まだ最終で決まってないから、決まってないから予算が決まらないです。だから、予算の決まりは最終で決まってないから、したがって予備費だと思います。だから、今回も今、当初の対応を答えられないのは、予備費となる証拠に応え、最終的にできた段階で、きちんと対応するということを教えてもらうと、したがって、さっさと、そして、こういった計画があったのか、統計の方を作られていきます。松野よりさく、イメージ的には、この辺くらいに出会って、この辺行ったと、あと、なおですね。電気の高いの計算ブースになった。また、松戸市は東京都市が2000年と2013年と2014年に廃止ですが、千葉県内の豪華温泉ホテルに家族で宿泊した疑いがあるなどと報じたが、松戸市の事実報告書によれば、2度にわたる廃止の費用は合わせておよそ37万円。もし仮にプライベートな家族旅行代が税金などからなく電子金で支払っていたとなれば許されないと思われます。いずれもホテル内の宿泊をしていた部屋において事務所関係者が解除しております。ただ、解除しようしていたとはいえ、家族と宿泊していた部屋を利用していたことから、ご懸念を招いたことにつきましては、反省を失礼します。松井さんは、いつも正月に家族で宿泊していた部屋で、会議を事務所関係者らと行ったと説明。これは、警察庁に当たるため、会議を取って警備したと説明した。しかし、記者からは、ホテルの会議室とか、どういう人が何人もいたんでしょうか。これはですね、今ね、非常に、最近な機微に答えることでありまして、相手方、どうもありがとうございました。これは、それをお伝えしたいと思います。ただ、人としますね、人数とか答えられないという話になってしまうと、僕は、僕は、僕は、はい、それはもう、ご疑問は、わかりました。しかし、これ全然、ですから、違う機微に当たるので、私はここは確かに。何人で会議をやったかなど、状態については、一切当たらなかった、松井さん。松本は、二十何万とか、十何万とか、ホテル校でも結構、高額じゃないですか、それって。もうね、会議をしたからって、結構、僕は、でも、どうなんだろうな、と思いますけど、まだどんどん、いっぱい出てくるよ、あんな。あんなだけで済むわけない。松井さんの記録は、ホテル代だけではない。現在には、イタリア料理店などの飲食代にも、税金の適流用が疑われているのか。私、今、その代の仕事を